ようございます皆さん、うんうん、時刻は8時11分となっております。今日はここじゃん JR は一島駅にやってまいりました。丹波でございます。はい、我々は今日ここの一島駅からでこちらの白光寺の孔雀富士を見に行こうというプランであります。はい、毎日ねここのお寺さん の, あの開花情報を見てまして、今おそらく8割は咲いてるだろうということで、うん、行ってまいりました。あのトレッキングコースとかもいろいろあるみたいですね。うん、ま、昨日の夜から朝にかけて散々雨が降ったので、今日はあの軽くね走り歩きもって楽しくこの辺を観光したいという、うん、そんな思いであります。それでは今日も元気に行ってみよう。あう、あ、おやだも出番なし。ファンクラブ入ってるらしい。見るよ。うん。豪華バージョン。カエルの声をお届けしております。ゲロゲロ。駅から4キロほどだそうなんですよ、白光寺まで。はい、あのそんなにね車通りも朝一は多くなくって、自然を楽しみながら歩いてるって感じですね。はい、あれがおそらく、あれ小富士どっか行った、小富士あれやん、あれか、うん、いかにも小富士なんちゃうかなみたいな山も見えております。田園風景が広がっております。ゆみさんどうですかね。ゲロ。あ大阪ナンバー、大阪ナンバー多いね。うん、この人ここはね早めに咲く品種やったからね、もうちょっと枯れちゃった。でもこの見てみてるか、クジャク富士？うん、尺がね。うん。あー、いい匂い。わ、雨がついてすごい。かわいい風景あるね。うわ、すごっ。いっぱいブンブン言ってた。めっちゃいい匂いする。あ、すごいわ。すごい、どう？すごいな。ほぼ満、ほぼもう満開、もう今日見頃って感じよね。この雨の梅雨がついてる様子がまたね、
この長さどうよ、この、うん、私のこの腕と比べて、うん、すごいな。なんで違うところでも感染してるのが、あそこか。わかる、リュウちゃん匂い。わからん。わからんのか。一本の幹からブワーってなってる、このなんとも見事な。カエルゲコゲコの音も聞こえてね。なるほど。こうアングルで見てみ、もう森にいるみたいで、藤の森に。どうよ。先っちょが出かかってるやろ、ほらほら、これこれ、これからこうプルンってこの花芽が出て、それがだんだんこうなってこうなると。匂わへんっていうのがまた惜しいね。匂わへんねやろ、マジで。すごい立ち込めてるで。雲から。どうよこれ、いや手入れがすごいんかな、これ。クマンバチクマンバチ、ほれほれ一生懸命見つけてるね。邪魔すんな思ってるで、これ姿が見えづらいな。中入ってこんだ。いい匂い。いる？別の研修生。何だったかな？無理だった。この間も何だろう。あのアナウンサーの人が、上から見るのをまた落ちてる。これで300円は安いよ。なあ。シャクナギやね。尺投げですな。これ渡っとったんか、これ。どういうことって、鑑賞用じゃん、やっぱり。これも渡られへんやろ。残っていいんやったらトライするけど。めちゃめちゃ綺麗でしたよ。もうね、なんだろう、こんな立派な藤の花見たことないし、感動しましたね。ほんで境内のそのもみじと建物とのコントラストもすっごい見応えあったし、尺投げもね、あ、そうですそうです、もうすぐですよ。やっぱりね、徒歩で来られるのがいいと思いますよ。もうあんな車びっくりするぐらい渋滞してましたからね。
ほんでね、シャクナゲのね、もう雨がこう、雨がかかって透けそうになってる様子っていうのも初めて見てね、山でシャクナゲ見たことあったんやけど、やっぱ晴れてる日とかちょっと離れたところでしか見たことなかったから、うん、もうあの透けそうな、透け透けの薄い綺麗なピンク色、あれも心が洗われるようやったね、うんうん、大興奮、うん、次行ってみよう。で、どこに向かってるんですか。次はね、あの白光寺よりもそんなに規模は大きくないんやけど、渓谷寺っていうお寺さんがあって、そこではなんとひっそりとした白のクジャク富士を見られるという情報を事前にゲットしてきました。なので今日はね、あの重装コースは打ち捨ててね、もうね、普通の一般道で渓谷寺を目指して山には行かないと、ね、そう、もう富士の花を堪能しようというプランであります。そしてそこからの美味しい登山、登山じゃないけど美味しいをぶちかましたいと思います。お楽しみに。はい、はい、大渋滞です。やばいな。いや、さっきはさ、あの辺も全然スカスカやったのにさ、うん、一瞬にしてこんなことに、うん、やばい、いつ入れるかわからんでぐらいの列やで、これ、うん、あちょうど良いアングルで映りますね、あそこ、あの観光バスの先がちょうど徒歩で入れるあれよね、分岐点ね。分岐点ね。で、あそこお尻どんどん追加されてるの見えますかね、うん、あそこが今最後尾であります。2時間ぐらいはかかるやろな、ここ2時間で聞こうかな。お腹すくで。さらば長蛇です。お尻にどんどん吸い込まれていくのが見えました。渓谷寺に向かっています。 Google の勧める通りに進んできたら、もうもはやこれハイキングですね、森ですね、これ、うんうん、すごくね、涼しくて気持ちのいい道です。どうですかね、リュウジさんはどうでした、感想。ちょっとお腹すいたね。お腹すいた、うん、今小魚ナッツを与えました。これでちょっと腹つなぎをして、うん、次に向かいたいと思います。お待たせしました。パン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 。純吉の学校給食編。なんとですね、無事2年目に突入しました。もう皆様のおかげでございます。本当にね、学校給食の良さはね、やっぱり以前から何度かお伝えしているように、チームワークがものを言うところじゃないかなと。自分一人の力じゃ絶対に出来上がらないんですよね、はい、チームで何人かずつに分かれて、主食、主菜、副菜、グループに分かれて、もう同時進行でいろんなことを進めていくわけですよ。それまでワンマンプレーが多かった仕事と比べてね、あ、みんなで協力して一つの作品、今日の給食を作り上げてるなっていう感じがもうキューンとくるのと、なおかつ子供のね、やっぱり返してくれるときに、もう今日の給食最高でしたとかね、もう美味しい、みかん美味しいとか、まあみかんは作ってないんですけど、まあ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 ね、いうそういうもう満面の笑顔とかを見るの、美味しくなかったっていう声はないんか。さすがにそれは言わないで、うん、そういうのは言わないね、うん、いい子たちをね、わきまえてるんで、これ美味しくなかったとは言われたことはないですね、うん、美味しかったものをクローズアップして言ってくれる感じですね。で、なんで、で2年目に入ってね、やっぱり1年目にはわけ分からへんかったんですよ、1日の流れも。でも2年目に入って新人さん、新しい人たちも入ってきて、社員もね、こういう人たちにいざちょっとでも教える立場になってみると、あ、自分もちょっと1年かけて成長できたんだなっていう風に感じてるところであります。無事また3年目を迎えられるようにね、今年も1年精進したいと思います。楽しいです、みんなありがとう。はい、以上ですか。はい、以上です。はい、こちらからは以上です。のどかやね。この車道を歩かなくていいところがいいね、こっちの、うん、農道で。もうちょっとして車道出なあかんで。出なあかんか、うん、わ、すごい。めっちゃすごい。レンゲ畑ですよ、兄貴。へえ、すごいな。めっちゃすごい。落ちるで。あ、クジャクというにはちょっと尺足らん感じだけど、うん、あ、ほらほら、あそこ白いの咲いてる。うまい。
ちょっと枯れ気味やけどね。ほんまや。あ、しかもなんか花の種類も違うよね、これ。めっちゃほにゃほにゃしてるよね。ほにゃほにゃ。この白い富士はまだあれやね。うん。こう日差しを遮る感じになってるからかな。ここも立派な幹やで、白い富士の。ひっそりやね。ひっそりやわ。でも尺なんですごい見ごろや。綺麗にしてある境内ですね。七福神ってはんのちゃん、うん、ちゃんね。さっきんとこ思ったな。そうだね。あ、みんなふくふくしい顔してはる。時刻は11時27分。距離は 12.8 キロ。道の駅おばあちゃんの里に到着しました。おばあちゃんの里、おはい、おば里です。略しておば里。ここでランチをいただきたいと思います、はい、ジェラートです。後でデザートにいただきます、ジェラートはね。あそこですかね、ご飯。あ、そうやな、うん、唐揚げ定食1000円です。イエーイ。お酒いただいていいですかね。はい、どうぞ。いただきます。地鶏らしいですわ。どれ、いただきます。揚げたて甘い。うん、おいしい。トクトク。あ、れーちゃんいいよ。メンチカツ&タンバメンチカツと250円と200円でしたかね、はい、黒豆コロッケです。はい、はい、いただきます。親子丼です。何これ、限定なんですよ、うん、680円もしたんですけど限定。いただきます。お子さん入ってんな。抹茶と黒ごま。ああ。ゆうちゃんのアーモンドなんてら、アーモンドココヤ、これね、こぼさずための至難の技。ザ・和風、おいしい。何してんねん。やめろや。さっぱり、ジェラート。おいしいです。はい、時刻は12時52分。距離は 16.5 キロ。JR は黒井駅に到着しました。なんだかんだでもう17キロ近くなりましたね。今日はやっぱり白光寺の富士がもうものすごい見事でね、感激しました。もう紅葉の、おー、ね、寝てるで、おっさん、どうやって、おっさん。疲れた。何に疲れたんや、そんなに。大してな、走ってもないのに疲れた。そうや、ベタ歩きしたね。いや、逆にね、歩いとるから全然前に進まへんくって疲れたいう系の疲れもあります。ジェラートも美味しかったですね。うん、ごちそうさまでした。うん、まさかの私のおごりです、ジェラートは。もうロイホで稼いでるから、チャリンチャリン。っていう感じで、楽しい一日を過ごしました。それではまた次回元気にお会いしましょう。またねー、はい。